名古屋グランパスは1991年に創設された名古屋市豊田市をホームタウンとするプロサッカークラブで、 J リーグ創設当初からのクラブチームオリジナル10の一つです。ホームスタジアムは名古屋市瑞穂区にあるパロマ瑞穂スタジアムと豊田市にある豊田スタジアムの2つです。チームカラーはバーバリアンレッドで、マスコットはグランパス君をはじめとして、すべてシャチをモチーフにしたキャラクターです。1993年5月に J リーグが開幕しました。グランパスは J リーグ発足に向けた補強の目玉として獲得したイングランド代表のゲイリー・リネカーなど多くのスター選手を擁して J リーグ開幕を迎えました。 J リーグ元年の1993年、開幕当初こそ勝利数先行の成績で滑り出したグランパスですが、徐々に苦戦を強いられ、最終的に年間総合成績は全10チーム中9位と低迷してしまいます。頼みのリネカーも故障で離脱することが多く、わずか7試合の出場にとどまりました。1994年も7月にユーゴスラビア代表のドラガン・ストイコビッチを獲得するなど大型補強を敢行しますが、成績は低迷の一途をたどり、年間成績は12チーム中11位に終わりました。下位3チームのグランパス、浦和レッズ、ガンバ大阪は1993年と同じ顔ぶれとなり、この3チームは J リーグのお荷物と揶揄されてしまいました。その状況が1995年アーセン・ベンゲルが監督に就任したことによって一変します。前年12月にベンゲルと契約したグランパスは、ベンゲルの監督就任を理由に当初半年契約だったストイコビッチとの契約延長に成功します。ベンゲル新監督を迎えて臨んだ1995年シーズンは、開幕当初こそ成績が振るいませんでしたが、徐々に監督の組織的な戦術が浸透していき、最終的には前半戦のサントリーシリーズは4位まで順位を上げ、後半戦のニコスシリーズでは惜しくも優勝を逃したものの2位という好成績を残しました。年間成績も3位となり、前年から大きく躍進しました。さらに同年の天皇杯では優勝を果たし、クラブ初タイトルを獲得しました。翌年の1996年も好調は続き、前半戦を10勝5敗の好成績で終えますが、ベンゲル監督がアーセナルからのオファーを受け、9月いっぱいで退任してしまいます。それでも後任のカルロス・ケイロス監督のもと好成績を収め、年間成績は2位となりました。またこの年はワンシーズン制であったため、チャンピオンシップの代わりにリーグ戦と山崎ナビスコカップの成績上位2チームによるサントリーカップが行われ、グランパスはそこで優勝を果たしました。しかし1997年以降は優勝争いから遠ざかり、1997年は9位、1998年は5位、1999年は良いと注意の成績が続きました。その一方で2度の監督交代があった1999年には、リーグ戦の終盤、ジョアン・カルロス監督体制になってから調子を上げたこともあり、その勢いのままに2度目の天皇杯優勝を果たしました。天皇杯の優勝で勢いを取り戻したいグランパスでしたが、その翌年の2000年にはセカンドステージ開始直後の7月に秩序や規律を乱す存在であることを理由に、長年主力としてグランパスを支えてきた大岩剛、望月重吉、平野隆が解雇されるという事態が起き、その影響もあり前年の勢いは低下、年間順位も9位となりました。さらにシーズン終了後には2年連続チーム最多得点のロペス・ワグナーに実質的な引退勧告がなされ、ロペスが結果的に退団することになるなど、選手とクラブの間に溝が生まれる騒動が続きました。そしてその翌年の2001年7月には、1994年に入団以降7年間にわたってグランパスを牽引してきた絶対的司令塔ストイコビッチが現役を引退しました。グランパスでは178試合に出場し55得点を記録、アシスト数も100近くを数えるなど、数々の偉大な記録を残しました。そしてリフティングでドリブルをしたり、コーナーキックを直接決めたりするなど、記憶に残るプレーも数々残しました。2001年以降も優勝争いから遠ざかるシーズンが続き、カップ戦でも決勝進出に至ることはありませんでした。一方で残留争いに加わることもないシーズンが続いたこともあり、グランパスは万年注意と揶揄されていました。そんな時代が続いた中、2008年にクラブの呼称を名古屋グランパス8から名古屋グランパスへ変更しました。8をなくした理由は、1チーム11名のサッカーのチーム名に8がつくことのアンバランスさを解消すること、リーグ戦では8位前後が多いため、そのイメージを払拭することでした。またこの年から GM が新設されるなど、変革の年となりました。
そして新監督にはグランパスのレジェンドドラガン・ストイコビッチが就任しました。すると2008年には最終節まで優勝争いを演じ、最終順位は3位となりました。それにより ACL アジアチャンピオンズリーグの出場権も初めて獲得しました。2009年は ACL 出場による過密日程や主力の離脱などに苦しみ9位に終わりました。一方で ACL ではベスト4に進出するなど実力を見せました。そして2010年、ストイコビッチ監督は当時の日本では珍しい 4-3-3 の攻撃的なシステムを採用し、序盤から安定した強さを見せ、リーグ中盤の快進撃で首位に浮上します。その後は首位を一度も明け渡すことなく独走、最終節まで3試合を残して見事リーグ初優勝を果たしました。個人タイトルもグランパスの選手から多く選ばれ、最優秀監督賞にストイコビッチ、 MVP に奈良崎誠吾が選出、ケネディが得点王に輝きました。特に MVP を獲得した奈良崎はゴールキーパーとしては史上初の快挙となりました。翌年の2011年は開幕当初こそ ACL による過密日程の影響で苦しんだものの、 ACL 敗退後は圧倒的な強さを誇り、勝ち点71、得失点差プラス31という好成績でシーズンを終えました。しかし柏レイソルに得失点差で大きく上回ったものの、勝ち点がわずか1を及ばず2連覇とはなりませんでした。それでもこの年のグランパスは最強の2位と称されるなど、優勝した前年以上の戦いを見せました。このままグランパスの黄金時代が続くかと思われましたが、2012年以降はまたしても低迷してしまいます。2012年は7位、2013年は11位と沈み、2014年には6年間勤めたストイコビッチ監督が退任し、西野亮が監督に就任しますが、2014年は10位、2015年は9位と再び注意が続きました。そして2016年にはグランパスファンが想像していなかった悲劇が起きてしまいます。2016年のグランパスは改革元年と位置づけ、小倉貴文が GM 兼監督に就任しました。 GM と監督を兼任するのは J リーグでは前例のないことでした。しかし監督経験のない小倉監督体制のもと、なかなか思うような結果が出ないまま低迷し、8月に小倉監督は休養という形で事実上解任されました。後任はコーチのジュロブスキーが務め、それに伴いシーズン前に退団した田中マルクス・トゥーリオが復帰しましたが、時はすでに遅く、大会から盛り返したものの、得失点差でアルビレックス新潟に及ばず16位になり、史上初の J2 降格が決まってしまいました。シーズン終了後、終盤盛り返すきっかけを作ったジュロブスキー監督、トゥーリオは退任退団となり、最後までゴタゴタが残る1年となりました。2017年には風間八宏が監督に就任し、1年での J1 復帰を目指しましたが、攻撃面は強化された一方、守備面で脆さを露呈し、前半戦が終了した時点で6位と苦戦します。7月にガブリエル・ジャビエルが加入すると調子を上げ、自動昇格争いに加わりますが、惜しくも及ばず J1 昇格プレイオフ圏内の3位でシーズンを終えました。J1 昇格プレイオフでは準決勝で6位のディフユナイテッド千葉に4対2で勝利、決勝ではアビスパ福岡に0対0で引き分けたものの、大会規定でリーグ戦上位のグランパスの昇格が決まり、なんとか1年での J1 復帰を果たしました。昇格後、風間監督体制では結果が出ず、2018年、19年ともに残留争いに巻き込まれますが、なんとか残留を果たし、マッシモ・フィッカデンティ監督体制になった2020年、21年は上位に食い込むなど復権してきました。2022年シーズンではまたしても苦戦を強いられていますが、2010年、11年のような強い名古屋グランパスが戻ってくるのはもうすぐかもしれません。